コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、左投げ左打ちの投手、フォームはスザク、好きな球団は青いから手汗ボールマリンボールを狙ってロッテでいきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星121。コンスタが結構高くて、球速最低値か。なるほど。無事を、うまい。いや、ナイス。そしたら先変化球取り行きたいけど。はい、金徳くん、ケツ上がり。なるほどね。尻上がりと書いて、ケツ上がりと呼ぶ。うまい。なるほど。先変化球取っとくか。青マスがなくなるのがおつらいんで。ここ、スタキョ。なるほど。はい。鳥海ナイス。はい。鳥海ナイス。うま。それはちょっと予想してなかったわ。ヒーリング動かないかな。動かないかな。動かない。動かないね。待って、これ DD にしとこう。はい、ということで、ステージ終了。いい感じじゃん。まさかのだった。宝箱サンキュー。ボナステ起きないかー。葵とシンドゥさんですね。変化球、うま。しかも、欲しい方向に。わお、ナイス。これで、球速4だけかな。ナイス回復量。やめてー、マジか、ヒーリング。やめてやめてやめて、もうライフはゼロよ。そんなダメージ与えないでくれ。よいしょ、オッケー。いや、変化球めっちゃ上がってるからこそ痛いな、さっきのヒーリングロスト。コンスタもあんま上がんなかった。球速はね、葵に会えたおかげでだいぶ上がった。お、いいね。3球指名に戻ってきた。神か。いやー、でもヒーリングがあるとほんと強い。ほんと楽。なんかこれ国産ヒーリングじゃないの。なんかめちゃめちゃ動くぞ。こっちかな。変化球ロスト。え、待って、2段階落ちた。は？え、待って。ステ3で2段階落ちるはさすがに辛くない。あれ、もともと4-3だったよね。マジかよ。それは聞いてないな。宝箱のルートがえぐい。ので、ここですね。まあまあまあ、OK かな。ナイス変化球。幽霊さんはごめんなさいですね。ヒーヒーヒー。変化球オッケー。351。やべ、今これだと変化球がザコイくんになってる。ちょ、邪魔。ちょ、邪魔。1234。ダメか。オッケー。ナイス処理。この処理能力大事です。はい、ということで、ステ4終了。ちょっとまだ能力ザコイな。最後に面白いことが。おお、4球種目。なるほど。ナイスプラス2、玉持ち3球。回復いいぞ。いいぞ。で、伸びたが。コントロールプラニック。ナイス。この赤最後2つがちょっと辛いけど、赤を消せればね。はい、いただきましょう。プロ入り。コンか。なるほど。いや、うまいうまいうまい。これはありがたい。さあ、4球種目。で、野球マン3号じゃなければ勝ち。高速チャージタイピン。ちょっと渋いな。上の項目は CCC。やっておしまいな。おー、まあまあまあ。
ここナイス、ここいて、変化球うまい。あー1を消せたら理想だったけど、はい、うわお、最後それ引いたか。待って、1234567891011121、いけるいけるいける、ナイス、野球マンまだかい。逃げるな、1234567891010、選手がめちゃめちゃ逃げた。あれ野球マンって来ないんだっけ、あれおかしいな、あれれ、うわ600いかんかった、599ですね。素晴らしい選手できました。変化球もね、4球種でなかなかおしゃれですね。変化レベルが全部違う。ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定しました。名前星599から悟空くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。星600は届かなかったんですが、球速158キロにコンスタ SS、 何よりも変化球が4球種の総変化12、特殊能力は少ないんですが、それでもオートペナと活躍してくれると思うので期待しましょう。はい、1年間オートペナと回してきました。結果はこちら、防御率 1.75、 圧倒的な成績を残してくれました。素晴らしい成績ですね。2位とは1点以上の差を開いたと、素晴らしい。で、226イニングで22勝、こちらダントツの最多勝、そして勝率でも7割5分9厘とダントツです。ということで今回の悟空くん、30登板で6完封9完投、沢村賞をゲット、そしてクオリティスタートが 90%、 ハイクオリティスタート過去最高の 86.7% を記録、4回しかハイクオリティスタートを失敗していないと、素晴らしいです。そして239個で奪三振王も獲得、率で言ったらばお化けさんには負けているんですが、ここ勝ったので OK。 ということで今回は文句なしの投手全冠達成、後の数字はこんな感じと。で、今回は KBB5.97、 どうでしょうか。今回ロッテは5位だったのにもかかわらず、悟空くん大活躍でした。今回取ったタイトルは新人王 MVP、 沢村賞ベストナイン、投手4冠の合計8個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。